医療ってやはりこう人材だと思うんですよ。でその時に採用する人材っていうのが日本はまだバランスが悪くてですね、病院の方が人材をチョイスできている場合と、そうではなくて人がいないもんだから誰でも構わないって言ってる場合とありますよね。それは非常に情けない部分であって、それが企業であればね、特に一流企業であればどういう人間を採用し、どうやって育ててどうやって評価しっていうことがもう明確に決まってる、そういうことができてないのが日本の医療界だと私は思うんですよね。だからそういう点はやはりこう企業に学ぶべき部分として大きくあると思うんですね。それからその病院の中でのこの仕事っていうことが、医療安全、医療の質っていう言葉で言うのは簡単だけれども、それを実行していく上で結局は人の注意力とかね、そのダブルチェックをしましょうとかっていう人の経験とか注意力にそれが委ねられているようでは具合が悪くて、そういうものがその自然にこうできるような仕掛けっていうのが本来必要であって、そういう意味ではその AIDC っていうけれども、その自動認識技術であるとかね、その中にはバーコードだとか RFID だとかそういうことが含まれる、そういうことを利用して自然のうちにトレーサビリティというかデータが全部収集されて、ことが正しく行われている、そしてその指示に従って何か行動しようとしたときに、例えば自動注入器に点滴を1時間に 20cc ずつ入れなさいって指示があって、それをセットしたと、その時にたまたま勘違いして1時間に 2cc にセットしたとか 200cc にセットしたっていうと、おのずとアラームが鳴る、でそういうような仕組みっていうのを作らなきゃいけないと。でそういうことっていうのはもうみんながやる気になればいつでもできるところまで来てるんでね、そういうことをもっと導入しなきゃいけないんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。それは国民がそういうことを知ることですよ。つまり医療っていうのは安全なんだというふうに国民は信じてるというか、ね、知らないでいる、つまり危険な世界なんだっていうことを知ってもらわないといけないわけでね。そうすると、そんな危険なのかって、自分が飲んでる薬の使用期限がいつだかわからないなんていうことはおかしいでしょ。そういうことがこうきちんきちんと全部確保されてる世界でなければおかしい。ネット販売の薬が許されるようになろうとしてる時に、その薬はどこから来てる薬かもわからないで勝手に飲みますかっていうようなことを含めてね、医療っていうのはもっとその安全だと神話はあるけれども本当はそうなのか、患者さんを間違えそうになる、あるいは取った血液検査の血液を A さんのと B さんのと混同するとか、取ったレントゲンフィルム、あるいは CT、RF、いろんな検査の結果を A さん、B さんと混同する、そういうことはもういくらでも起きる可能性のある現場なわけでね、そういうことが絶対に人の努力じゃなくて起きなくするような仕掛けにしないと医療の本当の安全は保てないというふうに思ってて、そういうことを確保したいと私は思っています。